ちは大久保です。今日はですね、小顔の症例のご紹介なんですけど、こちらの方は、なんとバッカルファット除去っていう手術だけでこの変化が出ました。バッカルファットって聞くと、なんかこうこけちゃうとか、やらない方が良かったとかいうような、ちょっとマイナスな感想とかがネットとかで上がったりするんですけども、私自身もバッカルファットを受けてとっても良かったんですよ。なので、適応がある方に受けると、やっぱバッカルファットでしか出せない結果っていうのが出るので、すごくいいと思います。この方もバッカルファットの手術だけでここまで変わって、これ1ヶ月後の症例なんですけども、かなり満足度が高いの手術になります。の適用に関してはしっかり医師の診察を受けた方がいいんですけれども、例えばセルフで私バッカルファット適用かなっていう風にチェックする方法としては、ニーッとした時にほっぺがムニッと出て、こうペコちゃんみたいな飴玉ほっぺみたいになる方はバッカルファットの適用になることが多いです。もともとこけてる方とかはバッカルファット自体は存在するんですけれども、除去の手術をしてしまうと必ずこけてしまうので、そこは絶対にしない方がいいと思います。ぜひチェックしてみてください。はい、この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。